初日ランダムしようね。オッケー。人狼オッケー。まもなくゲームスタートです。これって狂人いるんだっけ？夜が来ました。目を閉じてください。オッケー。誰？二番ね。オッケー。おお、まあまあ強いじゃん。俺の真のパッション見してやるよ。おい。真のパッション見してやる俺が。本当に力説。で、生存意識高すぎじゃないですかって言われたら、村人陣営が生存意識高くて何が悪いんですかって切れるわ。で、村人なんだから、人狼って人狼するゲームなんですよって。で、村人陣営である僕が釣られそうになって、それを否定するって何がいけないことなんですかって。あなた人狼分かってますか？あなたそこにパッションはあるんですかって。朝が来ました。俺の最高のパッション見せる。3番のプレイヤーは発言してください。ね、占い結果8黒、8黒。あーや、うーん、これローラーする必要あるかな、5番さん。2黒硬いと思ってんだよな。硬いと思って出る意味がわからない。釣り地に上がってきたらワンチャン5を釣れると思って出てきた人狼だと思う。で、8番占った理由ね。まあ、もちろん、2、8を見てたのもあるけど、8番で隠しを作れたとしたら、僕目線4番さん。9番さんが強靭で見てるから、僕目線4番さんが確定するから、あの 6番さんはね、さすがに俺黒はないと思ってんの。うん、6番さんの黒は正直追ってないから、僕目線もう4、8のどっちかだから、もうどっち占ってもっていう感じだった。自爆して粘るぞ。そしたら4番さんかなっていう発言をしようと思って、8番さん占って黒。てか9番さんの占い値が分かんないでしょ。5しろって意味分かんないじゃん。とりあえず8番さん入れて。プレイヤーは発言してください。まあ、待って、これ俺3オオカミなんじゃないかなと思って。パッシャ。よっしゃ。で、俺5番強人だと思ってんの。あの、出方的に3番さん順番最後じゃないですか。占いが1人しかいなかったから出てきたオオカミなのかなって。37のラインがすげえ濃いって思うんですよね。よし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 。なんか7番さんが俺疑ってきましたけど、俺があの2番入れたいっていうのを、あの別に消去法なんですね。あの4、6、2しかグレーがいない中で、まあ、6が白っぽいから2入れる、ただそれだけなんですよ。なのにそこにポジつけてきて、なんか俺を釣ろうとしてきたところがすごい黒いなと思ったんですよ。でそう、なんか3のラインがすごい濃いかなって思って、で3番さんが今日8番さん行きたい。わかんないのか。よしよし、うん、そうだね。ギスレギスレ、これ2、4か。よしよし、それでいいんだ。これ2、4人狼だ。わ、まあ、かった。3強靭で、うん、よし、それでいこう、それでいこう、それでいこう、賛成。4人だ、これ賛成。ただ俺今日4入れる、明らかにおかしい。でも賛成です、僕も。でもなんで9番俺占ったらさ、まあいいけどさ、9番多分真でしょ。うん、うん、俺今日4入れるわ。よし、賛成です、僕も。俺のここでパッションマジ見せるから。プレイヤーは発言してください。あ、でも5番からいきてえな。6も落ちろ、6も落ちろ、6も落ちろ、6も落ちろ。めちゃくちゃなる、めちゃくちゃなる。いや、ここに来て喋んないって。これ246っすわ。普通に考えたら分かるよな、みんな。お前ら分かるよな、246っすわ。でいくわ。やっかいなすぎた、やっかいなすぎた。よしよしよし、発言してください。のプレイヤーは発言してください。ちょっと僕、3番さんが僕に黒出ししたのがびっくりしたんですけど、3番さんが僕を占ってくれて、隠し色を作ってくれるだろうなと思っていたんですけど、まさかそこに黒出しされると思ってなかったんで、今日は、先ほど7番さんがおっしゃった通り、もう3番さんの役割終わってるんで、もう断固として3番さんを、釣っていきたいなと、釣り押ししていきたいなと思います。で、5番さんの審議に関しては、僕ちょっと2番さんと5番さん、まあ、2番さん偽物だと思ってるんですけど、まあ、ちょっと怖いんで、5番さんに関しては一応半信半疑で見ていこうかなと思います。占い師は9番さん完全に白で、僕自身、僕目線を置いているので、5番さんは強人、3番さんが人狼、なんで4番さん、6番さんがさっき発言してなかったのが、まあちょっと回線落ちかなんかよくわからないですけど、4番さんが時点で黒いかなというふうに思っています。今日は3番さんを釣ります。以上です。
俺目線3番黒だよね。黒って言ったよな。3番黒って言ったよな。で5番は強靭だよな。よかった。ありえん。オラじゃないべ。もう9番に占いマークつけとこう。もう信用しよう。いやだって余計分かんないから。選ばれました。5番6、4。3番俺3番よしよしよし、なんか知らねえけど、なんか知らねえけど、めちゃめちゃ新目取れてる。はつきました。目を閉じてください。いやこれ6神て、人狼は目を開けてください。これ6神て、これ6だよ。6で9に人狼押し付けて逃げ切ろう。これ6でいく。で5番を真と仮定して、うん、そうだ、そっちだ。あ、でもダメだ。強靭3、強靭、違う、人狼。いやーわかんねえなー。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。あれ2個高くて7番のプレイヤーは発言してください。え、これワンチャン PP とかありますかね。7黒ってことで9番さんが、まあ、偽なのは分かったんですけど、これ昨日やっちゃいましたね。これ昨日3釣るべきじゃなかったですね。で3白ってことなんで、うわー、これ3神で8がとりあえず人狼で、9番さんは偽強人かもしれないし、で5番さんと9番さんがどっちも人外だったらもう PP ってことですよね。これうわー、やらかしましたね。ちょっとすいません、初めてのこの村なんで、ちょっとやっぱり迷惑かけてしまいました。もう今度から迷惑かけないようにしたいと思います。ってことで、まあ、とりあえず今日は八幡さん人狼確定してるので八幡さんに行っていただきたいですね。8番のプレイヤーは発言してください。僕自身9番さん新占い師確定してるので、内訳としては5番さんが新霊の、2番さんが人狼、7番さんが人狼、僕がスムラ、4番さんスムラ、9番さん新占いで、この村の内訳は、正しいと思います。3番さんは、強靭だったのかな。2番さんと7番さん人狼で確定ですね。僕は初日から、6番さんに同意し、4番さんに投票をしていましたが、別に2番さんに対しては、村人目線か人狼目線っていうのは明記してなかったんですよ。ただ、最終投票は初日の投票は2番さんに入れました。今日は、7番さんに確実に入れたいと思います。9番さんは新占い師です。7番さん入れます。以上です。これぐらいしかいけないだろ。じゃあ5番を信じ、俺お前信じてるよっつって7番に入れさせるしかなくない。パッションでしょ。7番さんの発言おかしいところ皆さんお気づきでしょうか。5番さん真かわからないけどっていう発言ね。じゃああなた目線っていうのは3が真でしょってことは2、5、8、9で人外ってことですか。っていうことは人外1人増えてませんか。いけ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 。焦っている狼で7番さんつって私目線もほぼ終わりですね。5番さんが強靭であれ、村人が3人いるので、いけいけいけ。7番さんって終わりですね。はい、まあ、5番さん強靭だとしても、大丈夫です。この盤面こいついいな。どうぞ。助けられたなこいつに。何これ。そうね、僕釣ってもらっちゃったら5番さんが強靭だった時負けるので、今日は7番さん、3番さんを釣ったということは決め打ちで7番さんを釣っていただきたい。で5番さんが真だとしたら3番が強靭で2番が黒になるってことですよね。でだってそもそも3番さん強靭で見た時やっぱり7番さんにヘイトが向いてて、そんなランダムで7番さん白行くかってところも皆さん考えてほしいですね。今日は7番さん釣り一択です。以上。4番
ほう。のプレイヤーは発言ねえ、してもうくだマジでさい。わかんなくなった。俺3、7ラインで見てたのにさ、7番がさ、3番入れたがってるのが、ちょっと入れてさ、3番釣られるし、意味がわからない。なんで昨日、本当になぜ3番下がられたのかわかんないんですけど、俺5番釣ってさ、確実に1陣が釣った方がいいかなと思ってたのに。揉めろ揉めろ。9切ってきたからよくわけよ。揉めろや。え、でも7、8どっちかでしょ。それねだったら7入れよ。わかんねえ。だったら7入れよ。どっちだろう。取った79入れよ。が噛まれてないってことはさ、9強靭なのかな。違うよ。なんで6噛まれたんだろうって。だって6昨日発言してないのにさ、で SG 値にできるわけじゃん。残しておいてもいいなと思うのに。違う。6番噛んだんだよ。え、それって9番がやっぱりかな。そしたら俺8番いくけどね。やめよ。どうだろう。違う。わかんないです正直。OK。で分かった。で5番じゃお前なんとかしても7番いけ。まず俺強靭じゃないしね。うん、で2人狼でしょ。3が8黒、9が7黒か。これ4番も白か。俺4番自分だと思ったけど違ったのか。7と7か8でしょ。7いこう。さ、9が死んなら普通今日9死ぬと思ったんだよ俺。でも9いて6死ぬでしょ。これ盤面上あれ9強靭か人あーつ強靭か9。それ罠だって人狼の。盤面上は人狼の罠だって。2狙ってラインあったなくね。2発でしょあるとしたら。人狼の罠にかかってんだお前バカだれ。9でもいいけど、でも3番が8黒って言ってるし8じゃないの。罠にかかってる人狼の。おかしいでしょ。9番人狼じゃね。投票を始めてください。人狼に騙されるな。7の。怖いじゃないべ。よし、まだあれ。よし、まだこれ。9まで。9番と8番が7に入れて、7番と5番が。7番のプレイヤーは発言してください。はい、PP じゃないんですね。で、ちょっと内訳が分かりました。で、5番さんが真の霊能師で、2番さんが人狼、で、8番さんが人狼、で、9番さんが狂人で、3番さんが人狼でした。で、9番さんが人狼で8番さん囲ったと思ってたから、なんか、自分の頭が混乱してたんです。すいません。ちょっと、わけわからんこと言って。で、まあ、とりあえず8番さん人狼なんで、よろしくお願いします。で、自分、昨日3番さん釣りをしたんですよね。なんで3番、自分がもし人狼だったら3番さん釣りを押すかっていうところなんですよね。自分が人狼だったら3番さんが人狼ってことになるじゃないですか、多分。なるのかな、ちょっとわからないけど、3番さんが5番さんが人狼ってことになるじゃないですか。俺のパッション聞いてください。ってなると、自分は3番さん、昨日押せないのかなっていうふうに思うんですよね。で、普通にセオリー的に考えて3番さんかなと思って3番さん押したんですけど、間違いでした。すいません。8番のプレイヤーは発言してください。ちょっと7番さんの言ってることもおかしいことに皆さん気づいていただきたいんですけど、7番さん今2番と8番の僕と3番さんが人狼って言ってて、もう3人人狼出てるんですよ。もうこの時点で破綻してて、なおかつこれ僕が人狼だったら9番さん噛みますって。なんで7番さんの罠にもう4番さんと5番さんが見事にはまってる状況で、そんな分かりやすいことなくて、僕人狼だったら9番さんもう見るからに人外なんで、ここ噛んできますって。なんでもうそれ以上の2点からもう7番さん釣り安定で、僕絶対今日これ勝ちたいんで、この村。なんで今日はもう7番さん一択だと思います。以上です。このパッションどう。投票を始めてください。このパッションどう。このパッションどうよ。最後に来てこのパッション。パッションご利用し。7番。いやははははは。った。選ばれました。しゃあ。どうも加藤パッション純一です。7番のプレイヤーは発言してください。村人陣営の皆様本当にすみませんでした。え、自分3番さん人狼って言いましたっけ。ほんとすいません、この村初めてやるんで。ちょっとマジで関係ないで、最後はパッションなわけよ。ほんと迷惑かけてしまって。パッションなの結局。わかったみんな。が来ました。どうこの最後の俺のパッション、どうだったみんな。俺のパッションどう思いました。人を殺してください。
最終的にパッションがものを言うわけだ。最後のあの力説おかしいでしょ。村の人たち勝ちたくないんですか、バリのパッションで5番を始末してと。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。8番のプレイヤーは発言してください。いやー、9番さん本当に助けられました。本当にありがとうございました。僕人狼としての動きがあんまりできてなかったんですけど、そうですね、4番黒ですね。4番釣りましょう。4番黒なんで4番釣りましょう。9番さん、僕9番さんの言うことに全部従うんで4番黒いっすね。4番釣りましょう。以上。9番のプレイヤーは発言してください。黒でした。1番で発砲出てなかったから5番噛んだ時、あ、やっべーと思って、あ、撃たれんちゃうかなと思ったけど、1番さん発砲出してなかっただけですね。8番さんの最後のパッションに助かりました。ほらな、ほらじゃなくて気持ちで僕伝わりました。はい、ほらありがとうございます。な、結局そこに帰結するわけ。4番わかるのプレイヤーは発言、それなのよ。最後まで何があったかよくわからなかったんですけど、ちょっと気持ちで負けました。ほら、みんなパッションで負けてるな。投票を始めてください。全員が口を揃えて言うわけ、気持ちで負けましたって。よっしゃ、最高に気持ちいいわ。もうめちゃくそ破綻してるけど最後気持ちで押し切るみたいな。4番のプレイヤーが選ばれました。あ、バッションなんだよな。ゲーム終了、人狼の勝ちです。助けられたな、9番に。やべえ、もう一回やりて、おもろすぎる。